「笠織半九郎山本周五郎」「一」「喧嘩は理屈ではない多くはその時のはずみである理屈のあるものならどうにか収まりもつくが無条理に始まるものは手がつけられない笠織半九郎と黒田小次郎との喧嘩がその例であった」 二人は喜池の同じ中五章で半九郎は西丸炭倉の万の頭を兼任し食録は三百石小次郎は二百五十石を取っていた年齢は半九郎の方が二歳年長の二十七であるが気質から言うと小次郎の方が兄角で激しい性格の半九郎とは ちょうど火と水といった対象であった半黒も小次郎も早くから主君頼信の側近に仕えて二人とも別々の意味で深く愛されていた半黒はその木一本に直上傾向を小次郎は沈着な理性に強い性格をそして二人はまた互いに 無二の友として相許していたその時の喧嘩がどういう順序で始まったかよくわからない常駐の休息所で座談をしているうち話がふと半九郎の縁談に及んだ彼はその時同伴大番組で八百石を取る天方陣右衛門の娘 水と婚約が決まっていた水絵は最女という評判が高く特に十三弦に堪能でしばしば御前で断層したことがある話は自然とその宗曲のことになった小次郎は半九郎が武骨者で芸事などには振り向いても見ないのを知っていたし 水江のことの話が出ると明らかに不快そうな顔つきになるのを認めたからちょっと意地悪な気持ちになって「笠織もこれから水江殿のことを聞いて心を練る修行をするんだな音楽というものは人の心を深く広くするものだ」というような意味のことを言ったそれがいけなかった ごく親しい気持ちから出た言葉ではあるが時のはずみで半九郎は真正面から食い下がった「女わらべの芸事などで心を練り直さなければならぬほど武道未熟だというのか」そう開き直ったのがきっかけでしばらく押し問答をしていたがついに半九郎は免職を変えて叫び出した。 こののままでは俺の面目が立たぬ。それほどの未熟者かどうか試してみよう。妙長卯之国、に場外ネズミ菓子で待っているから来い。来なかったら家へ押しかけるぞと言って半九郎は下城してしまった。屋敷へ帰った彼は仲裁役でも来ると面倒だと思って。 工事の始末を書面にして残し、て残そのまま城下から南へ30丁余り離れた佐村の農夫ヤゴベイの家に立ち退いたヤゴベイは元笠織家の下僕であったが数年前に暇を取り今では妻子5人で農を営んでいた半九郎は自分の怒り方が どう越してていいるのを知っていた時間のたつに従ってその感じがはっきりしてきた。どう考えても果たし合いをするほどの問題ではない。いけなかったやり過ごしたそう思ったけれどまたすぐその後から新しい怒りがこみ上げてきた。小次郎の言葉には 親しい者だけに共通する意地悪さがあった。俺が言うなら許されるだろうという慣れた意地悪さが隠されていた。どれほど親しい間柄でも言っていいことと悪いことがある。武士の心得を座談にしてもてあそぶ法はない。彼は武骨者で坂風流には暗かった。 武士には用のないものだと言ってはいたがそういうものに興味を持てないことは自分でも密かに弱点だと思っていたそしてそう自覚しているだけ余計に有芸に類するものを警部していたのであるつまり小次郎はそれを承知して彼の一番痛いところを突いたのである。 明日の朝5時に起こしてくれ。八五兵衛にそう言って半九郎は酔いのうちに寝た。なかなか眠れなかった。ともすると苦い後悔の感じが湧いてくるのでなるべく憤怒をあおるようなことだけを考えた。空想はネズミが島の決闘の場面まで発展した。 無二の友達同士が刃を噛み合わせている様や血まみれになって倒れている小次郎の姿などは空想の中で一種の快感をさえ呼び起こしたそうしているうちにいつか考えつかれて眠ってしまったらしい雨戸をたたくけたたましい物音に半九郎がぎょっとして目を覚ますと 笠織はいないか」と呼び立てる声が聞こえた「ちょっと起きてくれ笠織半九郎は来ていないか」「小次郎だ」「半九郎はガバと羽をきた」「よし俺が自分で出る」「起きてきた矢後ベを押し止め手早く身支度をした半九郎は体験をつかんで」 手荒く縁側の方の雨戸を開けた。半九郎はここにいるぞ。お、かさおり、いたか。叫びながら走ってくる小次郎を見て。約束はうのこく。場所はねずみヶ島と言ったはずだ。血迷ったか、小次郎。それどころではない。あれを見ろ。小次郎は叫びながら手を挙げて。 後ろを指しをたにまだ空は全く暗かった満天の星は朝の霜のひどさを思わせるようにキラキラと研ぎ澄ました光を放っているその星空の下にぼっと赤く大きなかがり火のような幸運の広がっているのが見えた」火事だ。 しかもお城の大手に近い半九郎は立然と身を震わした西丸御門外の武家屋敷から出たがこの風で火は今お城へ真向かいにかかっている笠織小次郎は持っているものを差し出しながら今貴公の家へ立ち寄って多分ここだと思ったから鍛冶装束を持ってきた 馬も引いてきてきある果たし合いはまたのことだ。貴公は櫓番の頭だぞ。小次郎、かたじけない。半九郎は一言うめくように言うと、友の差し出した包みを取って開いた。夢中だった。踏み込みばかま、縄文付きの胸当て、羽織、兜付筋、それに、 ちょうちんまでそろっている彼はそれを身につけながら「やはり友達だった」と何度も胸いっぱいに叫んだヤゴベがちょうちんに火を入れるのをひったくるようにして外へ出た表には馬が2頭つないであった二人はくつわを並べて駆け出した王冠へ出ると 初めて烈風を感じた半九郎は空を焦がすような遠い日をにらんで容赦もなく馬に鞭をくれながらしっくした心は湯のような感動でいっぱいだった宵のうちの開墾はもうなかった男同士の友情のありがたさがただそれだけが彼の全身の血をかきたてた 大番町へ入ったところで2人は馬首を分かった半九郎は西丸口へ小次郎は王手へ「小次郎」別れる時半九郎が叫んだ「忘れぬぞ」小次郎は振り返ったニットをわずかに笑った白い顔が半九郎の目に鮮やかな印象を焼き付けた彼はそのまま 馬をっっていった明暦元年11月19日早朝4時和歌山城西丸御門の外にある都築清兵衛の屋敷から出た日は折からの烈風にみるみる燃え広がり一方は武家屋敷から町屋の方へ伸び一方は西丸の門から城へと移った。 その時、頼信は伊勢高野に出たあとで久野泉の神が留守を預かっていた留守城のことで人数も足りなかったし寒天続きで乾いてもいたしおまけに珍しいほどの烈風で城へ移った日は防ぎようもなく炎症した半九郎が西丸の住屋ぐらい駆けつけた時 十七人の番は一人も欠けず揃って櫓前へ水を運んでいるところだった半九郎は砂丸を焼く火がご奉庫の上にのしかかっているのを見た「オクラが危ないオクラ番はいないのか」何度も叫んだが人の姿はなかった彼は躊躇なく番師5人を連れて駆けつけると 鍵を打ち壊して扉を開け、文字通り火を浴びながら、悲臓の宝物を取り出して炭ぐらへ運んだ。ここも危のうございます。お山へ移した方が安全でございましょう。ここが危ないと万死の言葉を半黒は激しく決めつけた。馬鹿なことを言え、このおやぐらを焼いてなるか。 十七人全部死んでもこのお櫓は守り通すのだ我々の死に場所はここだ一歩も引くなすでに西丸が焼けていた櫓の上に登った半九郎は二の丸の大屋根を抜いて吹き上げる炎の柱を見た右も左も火炎だった耳を漏するような炎の叫びと建物の焼け落ちる轟きと 物のはぜ飛ぶつんざくような響きが怒涛のようにもみ返していた煙は火を移しながらまるで生き物のように立ち上り恐ろしい渦を巻いて崩れたかと見ると八方に翼を広げて地を吐き再び空へと狂気のごとく舞い上がった砂丸を焼いた人西丸を焼く人が 両方から多聞兵を伝って近づいてきたみんなここで死ね一人も引くな半苦労は繰り返し叫んだ卑怯な真似をする奴は切るぞ息もつけぬような煙が巻いてきた煽りつける牡蠣は肌を焦がすように思えた襲いかかる火の粉を必死と払いながら半苦労は火の海の中に 力強くきつ然と立っている天守閣の荘厳な姿を見たそれは大盤石の姿だった「大丈夫だこの櫓は助かる」彼は神を信ずるようにそう確信した事実その櫓は焼けなかった十七人の死を閉した働きがついに猛火を防ぎ止めたのである 半九郎をはじめ多少ともみんなやけどをした。手を折った者も,もあった。誰の衣服も焦げ跡のないものはなかった。貧乏の焼け縮れていないものはなかった。しかしそんなことは何でもなかった。矢倉は助かったのだ。彼らはその本分を尽くしたのである。小次郎、俺はやったぞ。 火星の落ちた和歌山城の上にようやく朝の光がみなぎり渡るのを見ながら半九郎は突き上げるような思いで一人叫んだ「やったぞ俺はやったぞ小次郎」3「急を聞いて頼信が帰ったのはそれから2日後のことであった天守閣と櫓の一部が残っただけで 城はほとんど焼けていた場外では武家屋敷60軒町屋敷195軒長数合わせて90余という大火であった火を失した都築清兵衛は親族から切腹を迫られたが結局は遠投ということに決まった帰城した翌々日 頼信は港御殿に留守役の者のを呼んで防火の牢をねぎらいまたそれぞれ温賞の沙汰をした焼け落ちた西丸二の丸砂丸の番士たちにも恩命があった半九郎も思考していたが彼には何の言葉もなかったそして恩賞に預かった人々がつい次々と去って最後に彼だけが残った時 ようやく頼信が「遅公」と呼びかけたそして火事場のことにはひと言も触れず「半九郎その方出荷の当日けんかをしたそうではないか」と意外なことを言った「失災はどうでもよい小次郎に果たし合いを挑んだというのは事実か」「恐れ入りますいささか取りのぼせまして」 それでどうした始末を申してみ。恐れながら半九郎は脇の下に汗をかいて平伏した。思いもかけぬことを突っ込まれてちょっと元気に詰まったのである。申してみ。果たし合いの結末をどうした頼信は畳みかけて促した。 半九郎は平服したまま始終のことを述べた頼信は黙って聞いていた半九郎の言葉が終わったからもしばらくの間黙っていた自分の口から思惑を述べるうちに半九郎は開墾と自責の念が新しくよみがえってくるのを感じ黙っている頼信の,の無言の叱責が千眼の重さで 頭上へのしかかるように思えた「友達というのはありがたいものだな」頼信がやがて感慨のこもった声で言った「小次郎は資料の深いやつだしかし小次郎だけが秀でているとは言わぬ」「友達の情の美しさだおろそかに思ってはならぬぞ半九郎」 半九郎はむせび上げていた「その方は一徹で強情が傷だそこがいいところでもあるしまた災いを招くもとでもあるもう少し分別をわきまえぬといかんぞ」そう言って頼信は立った火事場のことについては一言の沙汰もなかった半九郎は 無論そんそななことは意に留めなかった自分はするだけのことをしたのであるしかもその火事は偶然にも自分と小次郎との友情の証しとなってくれたそれだけでも十分だと思ったけれど世間の人々はそう簡単に済まさなかった当時の興奮が冷めてくると人々の目は半苦労の上に集まりだした 笠織に恩賞のお沙汰がないのはどうしたのだ。彼は十七人の番主と神明をとして住みやぐらを火から救ったではないか。そうだ、笠織はお蔵からご秘蔵の宝物をも運び出している。持ち場を焼いた者たちでさえ恩天があったのに、最も手柄を立てた笠織に何のお沙汰もないというのは不審だ。 何か災があるのだろう「そういう噂話が檻に触れると半九郎の耳にも入るようになった彼にとっては迷惑であり不愉快な話であった自分では恩賞に漏れたことなど少しも考えてはいないしするだけのことをしたのだという気持ちで落ち着いているだからそんな噂を聞くと自分までが卑しく 寒しい感じにななっってやりきれなかったある日45人集まっているところでまたその話になった時半九郎は我慢ならぬという調子で言った「一体機構たちは何の用があってそんなことをつべこべ言うのだ」「拙者は恩賞を賜るような働きは何もしてはいないぞ」「自分の責任を」 果たしたしまでだ誰でも当然なすべきことをなしただけだ火消し人足ではあるまいし火事場の働きで恩天に預かろうなどというさもしい考えはみじんもないぞつまらぬ話はいい加減にやめろ馬鹿げているおい笠織それは少し言葉が過ぎはしないか一人が 急に目を光らせて乗り出した「我々は誰のために言っているのでもない、無論お神に対してご批判申すのでもない、ただ神明をとしてご宝物を救い、親蔵を守ったという事実を言うのだ。持ち場を焼いた者たちにさえ恩賞があったのに、それだけの働きをした者に何のお沙汰もないという事実を言っているんだ。 それに対して火消し人足でないとは言葉が過ぎるぞ。半九郎はむかむかと怒りがこみ上げてきた。しかし懸命にそれを抑えて黙っていた。相手は初任版の朝り九之助という小意地の悪い女のように嫉妬深いので有名な男だった。 口の下手な半苦労などの敵すべき相手ではない。それで悲しくも彼は沈黙を守った。四。火消し人足とは変なことを言う。相手は鬼の首でも取ったように、なおもしつこくそばのものを捕らえて続けた。自分は何か理由があるとして。 取りすましいいいるならそれもいいさしかし傷だらけになって命を的に働いた十七人の組下がかわいそうではないか火消し人足ではないなどと見当違いなことを言う暇があったら少しは組下のことも考えてやるべきだ拙者はこういう話を聞いているんだが九之助の ねちねちした態度を取りなすように一人がそばから口を挟んだ「なあ笠織あの日紀功はお上から黒田と喧嘩をしたことでお叱りを受けただろう単なる噂にとどまるかもしれんが黒田がお上にそのことを申し上げたのでそれでお上がお怒りになったということを聞いたぞ」。 それはありそうなことだ。別の一人が頷いていった。黒田としては、上中万座の中で果たし合いを挑まれたのだからな。その偏報としても、そのくらいのことはあるかもしれん。やめてくれ。どうかみんなやめてくれ。半九郎はたまりかねていった。あまりその声が悲痛だったので。 みんな驚いて目を上げた半九郎は押さえつけたような声でまるで自分自身に挑みかかるように言った「黒田がどんな人間か拙者は誰よりもよく知っているそういう噂は人を毒するだけだどうかもう陰口や噂はやめてくれ」「十七人の組下に対しては拙者がすぐに 番頭としての責任を取る。だからもうこんな話はこれだけで打ち切りにしてくれもうたくさんだ本当にもうたくさんだそれだけ言うと半九郎は立ってその席を去った「矢倉版の支配は寄合役である半九郎は辞表を支配役に差し出して下城すると」。 家人に酒を命じてしたたかに飲み始めた彼は自分の取った態度がいつかのように取りのぼせたものだということに気づいていた小次郎に果たし合いを挑んだときとは原因がまるで違うしかしその奮劇の形には同じ苦しさがあった心の隅には早くもあのときと同じ悔いがはらんでいた でも彼にはどうしようもなかった。酔いが回るにつれていろいろな人の顔や言葉や態度が次々と目に浮かんできた。みんな誹謗と嘲笑の姿であった。こんなことを考えてはいけない。彼は何度も反省した。胸へこみ上げてくる毒々しいモーを否定するように激しく首を振っては。 酒を煽った「俺には俺の生き方しかできない笑う者は笑え俺は自分の賞味を投げ出しているこれが笠織半九郎だ」「泥酔した彼は寝た」「翌日はひどく頭が重く悪酔い,いをした胸苦しさがいつまでも消えなかった。 それで彼は再び酒を命じた昼近くなって支配役から出資を促す使者が来た半九郎は歌詞を挨拶に出して「書籠で伏せっているから追って本福の上途上する」と答えさせた使者は別に深い詮索もせず大切にするようにと言って去った 半九郎にはそれがそらぞらしい言葉に思われた。そしてそう思った時から彼の考え方は新しい方向へ曲がり出した。彼は改めて恩賞のことを思い出した。どうして自分だけに何の沙汰もなかったのか。もし小次郎との喧嘩が悪いなら小次郎にも同じ咎めはあるはずだ。しかし小次郎は みんなと同様に恩天に預かっている。こいつは考える値打ちがあるぞ。彼は続いて小次郎が自分より先に喧嘩の始末を厳性したという話を思い出した。黒田は資料の深いやつだ。そういった頼信の言葉も耳に残っている。資料が深いということは彼のように 馬鹿正直でなないいという意味にもなる彼の木一本な気持ちではなし得ない多くのことをなし得るという意味にならないか。彼は何の隠しもなく喧嘩の始末を申し述べたしかし思慮の深い小次郎が果たして同様の言状をしただろうか。そうだ火事の朝もそれだ。 ク九郎は思わず声を上げてつぶやいた「もしあの火事がなかったらあいつ果たしてネズミヶ島へ来たろうか」「いな気はせぬあいつは俺の件を知っている来るとしても仲裁人かそう見せて助太刀を連れてきたに違いない火事はあいつにとって一石二鳥だった果たし合いを免れた上に」 馬鹿正直な俺をまんまと泣かした。くそ半九郎は拳で力任せに膝を叩たたいた。こうなると考えることはみんな自分をそそのかしかけるものだけになる。何でもよい、そこの底まで自分を追い詰めて、胸にあふれている猛ーを一挙に爆発させてみたい。そういう捨て鉢な衝動が、 全く半苦労をとらえてしまったちょうどそこへまるで油に火を投げるようなことが起こったのである5申し上げます菓子のご老児がふすまを開けた呼ばぬうちは来るなと申してある下がれお客来でございますあわん誰にもあわんぞ 病がしていると言って追い返してしまえそうお断り申したのですが家臣は困惑した様子で言った「病床でなりとも立ってお目にかかりたいと皆様をしての仰せでございます」「皆様誰と誰だ」「柳川三郎兵衛様殿村幸恵様長谷部伝蔵様結衣 大道の方々でございます西丸詰二の丸詰の者たちでことに大道一次郎と由井十兵衛は番頭格であるがいずれもそう親しく往来しているわけではない「会ってやる通じておけ」半九郎は支度を直しに立った客間に待っていた五人は。 病状の見舞いを述べるでもなく押して面会を求めた釈明をしようともせず半九郎が座につくのを待ちかねたように結十兵衛がすぐ要談を始めた。それは半九郎にとって全く思いがけぬ問題であった「先日常中で貴公は火事場の温床についてが狩たちと話をしたそうだな」。 拙者から持ち出したわけではないが、この話ならした。帰国その時、火事場の働きで温床に預かるのは、火消し人足も同様だと言ったそうだが、そういないかどうか聞きに来たのだ。半九郎は平手打ちを食ったような気がした。朝狩久之助に言った言葉が、今やまるで違う意味を持って、しかも、 かなり重大な内容を帯びて帰ってきたのだ。いかにもそういうふうなことは言った。彼はできるだけ静かに説明しようとした。そういうふうなことは確かに申したが、しかしまた機構が言った通りではない。言葉は似ているが意味は違う。どう違うか聞こう。拙者は 自分のことを言ったのだ。おのおのも耳にしていると思うがあの時拙者だけは恩賞のお沙汰がなかった。それが気候には不服なのか。一番若い長谷部伝蔵が叫んだ。そうではない。半九郎は自分を抑えて続けた。そうではないんだ。周りの者がそれを言うんだ。拙者は 自分のなすべきことをなしただけで恩賞の有無などはいささかも考えてはいないそれなのに周りの者がいつまでもその評判をするんだあの時もそうだった拙者にはうるさいし迷惑なんだそれで自分はそんな火消し人足のようなさもしい考えは持たぬと言ったんだでは改めて聞くが 火事場の働きで温賞に預かったものは火消し人足も同様だと言うんだな。話すことを拙者の話すことをもっとよく聞いてくれそうではないんだ。そうでなければどうだと言うんだ。柳川三郎兵衛が大声にわめいた。持って回った言い訳はやめろ我々は防火の手柄をお褒めに預かった。 御恩天を受けている。気候の言葉は我々にとって聞き逃せぬ重大な意味を持っているぞ。恩賞を受けぬ気候はいいだろう。しかしその言葉は我々一同を火消し人足と申したも同じことになるぞ。かさおりしかと返答を聞こう。半九郎はできる限り自分を抑えていた。しかし。 どう説明しても言葉の持っている本当の意味は分かってもらえないと思った。ええ、面倒だ。半九郎は頭を振っていった。これだけ言ってもわからないなら、どうでも好きなように解釈しろ。何とでも勝手にひがめ、拙者はそんなバカな相手はもうごめんだ。それは正気で言う挨拶か。笠織。 庭へ出ろ伝蔵が体験をつかみながら叫んだその時廊下を黒田小次郎が走ってきた彼は5人が押しかけたと聞いて追ってきたのである「待てみんな待ってくれ」小次郎は座敷へ入ると今しも相立ちになった客と主人との間へそう叫びながら割って入った。 そしてまずを押さえつけ。「笠織へは拙者が話をするみんなとにかく待ってくれ手間は取らさぬさあ向こうへ行こう笠織いいから来るんだ」そう言いながら引きずるように半黒を今の方へ連れて行った「6落ち着け落ち着いて聞くんだ笠織。 勘九郎を引き連れながら小次郎は声を励ましていった「気行の言葉は本当ではない」「いや分かってる」「気行がそう言った時の意味は別だった」「しかしそれが彼らに伝わればこういう問題が起こらずにはいないものを持っている」「言葉が悪かったんだ」「拙者の言う気持ちは分かるだろう」簡単に言え、 俺にどうしろと言うんだ言い過ぎだということを一言で言い言って彼らに詫びてくれただ形だけでもいいあとは拙者がうまく型をつけるあの時のようにか半九郎は白く笑いながら言ったお上へ喧嘩の始末を厳性したようにあの時のようにうまく型をつけるか小次郎 何を言う聞こう酔っているな笠織。まっすぐに俺の目を見ろ。髪のように青ざめた顔ぐっと突き出しながら半九郎は叫んだ。よいか小次郎。俺はこれまで世間の評判や噂話などは軽蔑してきた。そんなものは人を毒するだけで。 三文の値打ちもないと思ってきた。ところが、そうじゃなかった。三文の値打ちもないどころか、そいつは、人の運命を左右することもできるんだ。大切なのは人間じゃない。言葉だ。噂だ。陰口やこそこそ評判だ。腹黒い奴が、人ひねりひねるだけで、事実には関係なしに、 言葉が人間の運を決定するんだ。いいか、これだけのことを前提として、あの五人に詫びろと言うなら、俺は詫びる。半九郎はもう一度白く笑って続けた。だが小次郎、その前に俺は言うことがある。今度のごたごたの原因は、俺が恩賞のお沙汰に漏れたことにあるんだ。 そしてその原因の前にもう一つ本当の原因がある。そいつをまず解決しなくてはならん。それはどういう意味だ。ネズミヶ島の果たし合いだ。あれが俺から恩賞の沙汰を奪った。十七人の組下までがそのために恩賞から漏れた。笠織、それは正気で言うことか。 小次郎の目にも怒りが現れた「拙者も世間の噂はうすうす聞いていた拙者がお上に喧嘩のことで貴功を残訴したという馬鹿げた話で取るにも足らぬと捨てておいたが貴公それを信ずるというのか」「五人に詫びろという前に貴様はそれを考える必要があったんだ」。 取るにも足らぬこそこそ話が人の運を決定するんだ。俺は今こそ悪意を認める。俺が五人にわびる前に、貴様はネズミヶ島の借りを返さなくてはならんぞ。心得たいかにも、ネズミヶ島へ行こう。小次郎はそう言いながら立った。今度は拙者から時刻を決める。 明日の明けむつ必ず待っているぞ半九郎は荒々しく去っていく小次郎の姿を嘲笑の目で見送ったそれからさらに彼が客まで待っている5人にこう言っている声を聞いた「笠りとは拙者が果たし合いをすることに決めましたおのおのは手をお引きください」。 拙者には前からの行きがかりがあるのです。笠織のことは拙者にお任せください。決意のある声だった。それに対して五人の方でも何か主張したが、結局は小次郎に任せると決まったらしい。半九郎はそれを聞きながら、誰かおらぬか、酒がないぞ、と大声に。 叫び立てた「この争いには自然でないものが多いつまらぬ感情のささくれや行き違いや思い過ごしやいろいろな要素が偶然にひとところへ落ち合いそれが誤った方向へ押し流されている半九郎にしても小次郎にしてもそれがわからないわけではなかったしかし こうしたやりきれないいざこざは一度行き着くところまで行かぬ限り解決のしようがないのであるそして最も信頼する相手を最も卑しく考えるという非常に矛盾したことがこの場合には極めて自然な成り行きになってしまったのだあくる朝半九郎はまだ暗いうちに起きた霜のひどい朝だった 裸になって頭から何杯も水を浴び新しい肌着に次上下で支度をしたそして食事はせずに家を出た友は釣れなかった足の下に砕ける霜の音を聞きながらようやく明け始めた早朝の町を何も考えずに侍の方へ急いだネズミヶ島は 木の川の砂州の発達したもので未生の松がわずかに林をなし周囲は枯れた露滴が群だっていた朽ちかかった踏み板を渡って島へ登ると土色の川りを震わせて千鳥がけたたましく舞い立った「まだ来ておらんな」人当あたり見渡してそうつぶやきながら ハンクロは小松原の方へ入ろうとした。するとそれを待ち受けていたように松の間から進み出てきたものがあった小次郎か半九郎は五六歩後へ飛び下がって体験の使え手をやった七相手は構わず近寄ってきたそして川切りを押し分けて その姿をはっきりと示したとき、半九郎はいきなり目に見えぬ力で突き飛ばされでもしたように、あっと叫びながらよろめいた。近寄ってきたのは頼信であった。抜け、抜け半九郎。頼信は静かに呼びかけた。半九郎は即座に体験をさやごと腰から取り、 それを遠く投げ出しながら、左上に平服した。頼信は大股に歩み寄って、左上に服した半苦労のそばへ片膝をつくと、左手でその襟をつかみ、拳を上げて頭を殴りつけた。馬鹿者馬鹿者馬鹿者三つ、四つ、五つ、痺れるように痛い拳だった。 しかし、その痛さは、そのまま頼信の愛情の漂白であった。半九郎はその痛さを通して、大きな主君の愛情を直に感じ、これまで自分を読していたあらゆる妄念が、その人うちごとに快く叩き潰されるのを感じた。頼信はやがて手を離した。よほど力を込めて打ったと見えて、 しばらく荒い息をしていたが「二十年も世に仕えながら」と震えを帯びた声で言った「その方にはまだ世の気持ちが分からぬのか」「先日火事の折命を犯して宝物を取り出しまた墨やぐらを防ぎ止めたことは手柄であったあっぱれよくしたと褒めてやりたかった」 しかし余は一言も褒めなかった。他の者には恩賞をやったがその方には何も沙汰しなかった。沙汰せずにおいても余の気持ちはわかるであろうと思ったからだ。恐れながら恐れながらおかみ半九郎はむせびながら頼信の,の言葉を遮った。私の部長法 申し訳のいたしようもございませぬ。なれど、この度のことは、お沙汰の泣きことを不平に思った次第ではございませぬ。さような心はいささかも、いささかも。泣き声では分からぬ、はっきりと申せ、それではなぜ自ま,まに番頭をやめたのだ。周囲の批判やむを得なかったのでございます。私の部長法から。 十七人の組下までご恩賞に漏れたと申されまして番の頭としての責任を取ったのでございます。周囲の批判がそんなに大事か頼信はむしろその一本気を洗うように世間の評判などは取り留めのないものだそんなものにいちいち責任を取っていてまことの方向が なると思うか火事場の働きあっぱれではあるが沙汰をしなかったには訳がある城は一国の賃貸として重要なものだ宝物もまた家にとって大切だしかし人間の命には変えられぬぞ火事はその時の乾き風の強さで防ぎきれぬことがあるものだ 城も焼けよう、宝物も灰になろう。それは人力でいかんとも防ぐことのできぬ場合がある。その方の働きはあっぱれであったが、と、頼信は静かに続けた。もし、その働きを勝利したら、これから先多くの家臣たちが、その防ぎきれぬ日に向かって、もっと危険を冒すことになるだろう。 城は焼けても再び建てることはできる。だが、死んだ人間を呼び返す法はないぞ。心の中では褒めながらそうしなかった理由はそこだ。世にとっては城よりも宝物よりも家臣の方が大切なのだ。住みやぐら一つ助かるよりも、その方の無事であることの方が世には嬉しいのだ。半苦労。 半九郎の背が見えるほど波を打ち砂をかむようにすすり泣きの根が漏れた二十年もそば近く使えながらその方にはこれだけの気持ちすら察しがつかぬのか周りの批判は聞きとがめても世の心を察する気にはならぬのか申し訳ござりませぬ。ハンクロ 身を絞るようにうめいた「それほどのおぼししとも存ぜず愚かな執着に目がくらんでおりましたこの上はただごめん」言いながらつと脇差しへ手をかけたしかしとっさに頼信がその利き腕をがっしとつかんだ「バカ者が何をするお慈悲でございます」 私に腹をならん頼信は有名な合力である半九郎の懸命の腕を押さえつけ脇差しをさえごと取ってすっくと立った死なしてよいなら余が手打ちにしているその方が今すべきことは切腹ではない小次郎との仲直りだ小次郎参れ 振り返って叫ぶと小松原の中から黒田小次郎が走り出てきたそして半九郎のそばへ並んで平伏した「その方どもは自慢ままに果たし合いをしようとした軽からぬ罪だ両人とも五十日の閉門を申しつけるただし小次郎も半九郎の家で一緒に謹慎しておれ」。 離れることならんぞ。頼信はそう言って去っていった。右手の拳を揉みながら、恐ろしく硬い頭だ」とつぶやくのが聞こえた。二人は平伏したまま泣いていた。川りはようやく消えて、雲を割った太陽がまぶしいほどの光を。 ネズミが島の上へさんさんといかけてきた小松原の中に控えていた金十番たちを連れて頼信が遠く去ってしまってからも彼らはそのまま泣いていた「小次郎俺たちは幸せ者だな」半九郎が泣きながら言った「そうだ。 これほどの御主君に仕えることのできるのは武士と生まれてのこの上もない家宝だ。俺は自分の心の狭さがよく分かった。勘弁してくれ小次郎。水絵を埋めとったら俺は箏を引かせて心の修行をするぞ。とを聞いて本当に心が広くなるものならば。 俺は本当に水絵のことを聞くぞそう思えばそれでいいんだことなんか問題じゃない我々は今もっと素晴らしい修行をしたんだ分かってるそれは分かってるでも俺はことを聞くよことに限らないどんな方法ででもこの心をもっと広くしたいんだ まことのご奉公のできる人間になりたいんだ俺はことを聞くぞ小次郎そうむやみにことことって言うなよ小次郎は泣きながらぷっと吹き出した「バカだなおかしくなるじゃないか」それと一緒に半九郎も失笑した二人は泣きながら 両方の目からポロポロと涙をこぼしながら声を放って笑い出した。